インタビューしようと思ってもできないですよね、これはさすがに。ダメだ。どう？ロマンだよね、ロマン。うわぁ、これは。ロマン。どうしよう、行っちゃう？どのぐらい深いか行っちゃう？行っちゃうの？見せてほしいんだ。うーんじゃねえんだよ。来た、雷。おー、やばい。あ、もうびちゃびちゃです、今。どうも、デザンです。よろしくお願いします。で、ちょっと見てほしいんですよ、あそこ。ここ、全部川だよ、川。川になっちゃってるんですよ。だから、避難しようとここ来ようとしても、川があるから、行きますよ。川なんですよ、これ。ほら、ここまで入っちゃうから。ここまで。待ち合わせでここでって言われたときに、おふざけんなよ、川渡らせんのかこれどうしましょう。インタビューしようと思ってもできないですよね、これはさすがに。だから俺今日カッチュさんとちょっと中でニュータンタン、はいはい、ニュータンタン麺、トドロキ競技場店、トドロキ陸上競技場店、今日が最後なんですよ。カッチュさん食べようよ。え食べない。オッケー。お酒あるんだ。お酒じゃあ飲みましょう。カッチュさん、柏選手どうですか今日。なんなん予想。先発で家永選手入ってたと思うんですけど、うん、家永選手、柏戦で取り勝ちなんですよ。確かに。だから今日も行っちゃう。アキさん行っちゃう。あるとも。お、なにあるとも使ったの。えなんか出してきたの、新しい技。あるとも。いや、ずるいです。今日 3-0 だな。勝ってほしいです。あると思います。あると思います。俺思ったんですけど、俺濡れてる意味ありましたよ、そういえば。え俺、取ってて、濡れてる意味あったかなと思って。ないと思います。うん、中で取ればよかった。それちょっとカツさん中行きましょうか。はい、じゃあお願いします。後ろ姿がちょっと切ないんだよ。あのさ、もうちょっと老け込んでからでいいよ、その哀愁は。なんでさ、背中向けちゃうの。ダメかな。今日も買っちゃったね。買っちゃった、めっちゃうまい。もうなんでさ、先週とちょっと色合いが違う。そう、なんかクリーミーになってんだけど。うん、おいしい。ダメだ。出たこれ。どう？ロマンだよね、ロマン。ロマン。憧れるよね、これ。この追い飯です。追い飯最高でしょ、これ。前回の時、ご飯に気づかず。うん、いやいや、これはね。やばい。夢だよね。ちょっと待って、これやばいんだよね。これで米はね、憧れるね、憧れる。じゃあ早速ちょっと行ってますね。なんかさ、タンタンの動画見直したけどさ、あなたさ、その味をさ、教えてった時にさ、最終的に分かんねえって言ったよね。あのね、塩なのか、うん、塩なのかじゃないの。塩ベースか分かんないよ、これ味。食べたら分かる、ほんと分かんない。うわー、これはローマン優勝です。優勝、これ。これなんかさ、映像だけ見るとさ、いわゆる担々麺のあのごまの甘さみたいなのを想像する人はいると思うんだけど、うん、ごまの要素一切ないよ。ニンニクと、ニンニク、そのちょっとその唐辛子と、鶏ガラと、塩味で、うんうん、めちゃくちゃうまいんだよね、これね。これ本当に食べてほしい。ニンニクの旨味も出てるから、うん、最高。卵、ひき肉、で、唐辛子、最高。マジやばい。本当食べてほしい。ぜひ皆さん、川崎来てください。いや、俺今さ、先週の編集してるところでもうちょっと終わるんだけど。お願いします。あ、最後に撮った子たち。そう。うん。いや、最初さ、超怖かったじゃん。ね。後ろからスルー持ってたらもう、そうだね、金髪でみたいな。彼女さんの髪がアッシュで、彼氏さんもまあ、そうね、ちょっと背でかいっす、うん、金髪だし、怖かったけど、行ったらさ、めちゃくちゃ2人とも良かったよ。何にあの優しさ、面白そうだからいいですよ、全然みたいな。ね、そうなんだ。びっくりした。で、あの子た
たちが、西中原、あの彼氏が西中原、俺らで言う西中原中ってゴリゴリマンモス校でグラウンドめっちゃ良くて、全員丸ボス で短パンもちょっとロンパンなんだよ、ね、ロンパン ね、で V も多くて、まあ、めちゃくちゃフィジカルあって強いみたいな、いやそうっすね、なんか要はクリミみたいな、うんうん、そうね、ほんとそう、うん、で高さもあるしさ、そう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 、俺嫌だったんですよ、本当に。ああいう当時も中あ各中学校に色があって、うん、そうですね、どっちかというと彼の風貌がさ、あっちの大善寺とか大善寺とか、あそこそこ白鳥とかそっちの方が、白鳥とかそっち系のなんか雰囲気があるけど、まさかの西中原だから、最初の頃は東立花なんですよ。そうだ、東立花、俺らの頃の東立花ってゴリ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 のヤンキー校で、これ覚えてますよ、会場イニクラ中で、試合したんですよ、うん、東立花と、うん、これ、左サイドバックだったんだけど、右ウィングのやつが完全もうストリカに入ってて、試合中砂利かけてきたから、俺は俺で試合中思いっきり削ってとか、そういう時代でした、ね、まあ、時代だよね、それがお互いあったでしょ、どっか俺ね、みゆきでありました、みゆき中、みゆき中でね、まあ、試合でみゆき中って、でも俺らの結構強かったよ、まあ、強かった強かったですけど、まあ、あれ、あれ中とか一応、まあ、うん、まあ、ありますね、まあ、そうですね、それ強く勝って、で帰ろうとしたら、うん、正門に、正門、正門かな、門の前にサッカー部じゃない人たちがいるんですよ、金属バットと思って、これ、クロワゼロの世界マジかと思って、そのうちのサッカー部のやつらを、多分そうですよね、あ、やばいなと思って、うちの方もその時、なんか怖いロベルトみたいな感じ、ロベルト本郷、ソルトみたいな感じ、そんな子もいい180個ぐらいやってそういう先生、そういう先生だったんで、じゃあ行きますかっつって帰ろうとしたら、まあ、帰ってその問題は大丈夫だっす、うん、じゃあ、あと気をつけろよって言われた後に追われたんですよね、うん、あ、その後追われたんですか入域中ってあれだよね、川沿いじゃない、川沿いね、うん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 、あっちの方で、そう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 、あそこでちょっとあったから、まあすげえ経験しましたよね、やっぱね、そうね、時代ですよね、時代、今はないんすかね、今ないんじゃないかなと思いますよ、でも、もう昭和の57年、8年57年です、7年世代も、もし見れたら57年、8年、気軽にコメントでもぜひお願いします、見かけたら見かけてください、なんか僕たちの時代こうだったよとか、あ、確かにそれ分かる分かるとか、こういうのありましたみたいなね、エピソードがあればぜひコメントいただければ、ちなみにその世代ってさ、何中が一番強かった、アリ中っすか、本当にで、中大連アリ中、ムカ中、ムカ中強いんだ、あと、白鳥ですかね、その時は白鳥が強い、白鳥強かったね、白鳥はそのグラウンドから見えるんだよね、近いよね、そうそうそう、白鳥にすげえロン毛の7番がいたんですよ、ロン毛の7番めちゃくちゃ上手かった、もうでかいんですよ、もうそんな彼も今は30、もう今38ですか、やっぱあとはユニクラだったら三井くんとかですかね、知らん、知らないユニクラ10番ですよね、でも有馬ってさ、有馬フレンズとさ、鷺沼 SC が合体してるから、そうですそうですそうです、ジュニアチャンプ、強いよ、ジュニアチャンプ、ジュニアチャンプ、それ強いよ、そう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 、白百合幼稚園だよそう、白百合幼稚園と鷺沼幼稚園とか、いやそれは強いようちも勝ったけど、平田中が有馬勝ったよえ、勝ってたの何校やん、あの4つで4つ、あ、じゃあ全然被ってないのか、前半0-3、後半3点を追いついて PK で勝ったマジで、うん、体力ないのかな、あれ中、あんま練習しないですよ絶対、あのね、そうだね、うちは結構そのフィジカル健康とか、そうだね、あんま練習しない、本当に、なんか顧問も顧問であるんだけど、あんま見に来ないんですよ、あ、はい、早野さん、俺、早野さんにやったことないんですよ、被ってないんですよ、僕の1回までは早野さんってやったことある、俺らがやった時、視線罰5人ぐらいだからね、ありましたよ、そうっすよね、いや、まあまあ、すごいですね、なんか懐かしいですね、懐かしいね、うん、驚きでこんな話するとこだった、だからそういう、その同じ世代を過ごしてた人たちとかもきっとここに来てるんだろうけど、なかなか出会えない、なんかそんな人見てたらね、ちょっとぜひお願いします、お願いしますよやっぱ登録者数もっと増えてほしいですね、なんかもっともっと見てほしいなって、そうだね、そういうのはやっぱ面白い、草間に活動で増やしていきたい、そうですね、ぜひチャンネル登録お願いします、あといいねボタンとコメントお願いします、今日5時半になっちゃったんですね、そうなんです、30分で延期になっちゃった、もう俺ら酒飲みたいまで時間潰すか、そうですね、ちょっと飲みましょう、もう一杯いっとく、はい、もう一杯いっとく、もう一杯いっとく、違う古いよね、一本引っ掛けていつもですね、フットサル、あ、フットサルフットサルっていうのはなんかちょこちょこ行けるから、ね、行きたいです、うん、行きたいです、ちょっと今度ね、そういうフットフットサルもそうっす、お茶黒として参加したいよ、間違いないです、動けるデブってところを証明したいです、そうそうそう、動けるデブ、カチさんに負けず、俺も J リーグウォーキングアプリで頑張ってるから、そうだね
じゃあ、はい、ぜひ、ちょっと行きましょうよ。ちょっと一歩行ってこよう。一歩行ってこよう。じゃあね。大和田くんです。で、大和田くんにね、ちゃんと持ってきました僕。どうぞ、まず1枚目です。はい、それはもうどうですか。ちょうどうまくと1番並んでこう、1番でこれ並んで、ほら次まずこれも差し上げます。2枚欲しいって言ってたもんね。まあそうですね。大和田くん言ってたんで、ジェジェです。ジェジェとソンリョン交換してくれた人からこれですよ。ご厚意でくれたのよ。ちゃんと見せて。どうですか。いやめっちゃ嬉しいです。嬉しい。めっちゃ嬉しいです。マジ？はい。で、俺ね、いろいろ考えて、俺が2枚でいいって言ったんだけど、もしよ、もし孫亮のコースターに傷が入ったりとか割れちゃったりしたら、大和田くん泣いちゃうんじゃないかと思って。俺はそういう風に考えたのよ。大和田くんにもう一丁持ってきたの。リペア。これは予備です。何かあった時に使ってください。そら、孫亮さんです。ポチャゴルドから天皇杯手伝ってくれたお礼です。本当ありがとうございました。ありがとうございます。あとね、はい、あれ大和田くんがコースターの動画見て感動したかな。これなんか一応サプライズがあるらしくて、これなに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 、俺に、はい、俺に、はい、何か分かんないけど、ドバンドバン、マジでマジでマジでそんないると思わなかった。そんないると思わなかった。そんないると思わなかった。マジで俺ね、39歳のおじさんが出す声じゃない。38だよこれ。マジでぶっちゃけていいですか、分かってたんですよ。絶対だってその箱俺のだなって思ってたし。マジで分かってた。だけど数が多い。いやマジ焦った。1、2、3、4、5、6、6匹今度あるからね。これまだあるからね、このシーズン。気持ち悪っ。テッテレーですよ。テッテレー。テッテレーじゃないよ。いやね、もうやめよ。このシーズン長いよ。ゴキブリシーズン、どっかでまた再利用しますよ。再利用で、俺今ね、本当に分かったの。どうやって驚こうかなって思ったの。おい、数が多いんだよ。これね、たまたまこの箱にしまってて、今さ、間時間できたじゃん、うん、あの間に急遽岡田くんにごめん、これを渡してっつって。いや、リアルにびっくりした。あのね、これ、俺ね、マジか。俺結構驚かないと思ったの、今日、今は。いやびっくりしたな、これ。ほんと嫌いなんだよね、多分。そのシーズンあるからね、これ見て、超気持ち悪い。俺多分これこんなんだったら、いやリアルだよこんなの、バカだよほんと。てってれーですよこれ。じゃあね、怖い。今週のポチャフロ TV 以上ですか。もう以上ですよ。おどうしよう。